どのような選手会長で何が欲しいか、菅野投手から伺いましょう。難しいですね。彼を指名したのは、チーム全体のことも考えながら、もっと視野を広げてほしいなって思ったので、チームのことも少しずつ考えなきゃいけない年齢だと思うので、なんとか役割を与えて、自覚を持ってほしいなっていうところで、はい、どうぞ。今自ら進んで挨拶をしてくれる選手会長になってほしいです。やっぱり挨拶が一つポイントなんですね。はい、どうも調子。いや本当に勝間さんが言ったように挨拶を僕に回さないようにしていただければ、はい、いい選手会長だと思います。まず選手に行きましょう。僕ですか。そうですね。まあやっぱり自分で考えて率先して行動してほしい。さっきもね、ロッカールームでそういう、まあ、選手会長仕事的なものがあったんですけど、ちょっと立ってやるんですけど、分かりやすく言うと、もう分かんないって聞いてくるんですよ。それがあると、どうしたらいいですか、どうしたらいいですか、どうしたらいいですか、こんな感じになるんで、それはね、直してほしい。ちょっと不安になりますよね、こっちが。そうですね、はい。そこをどしっとしてほしいですね。はい。石田選手。大城選手、どんな選手会長になってほしい。いやー、僕が言うことではないんですけど、喋れなかったら喋れなかったなりに、ハキハキと喋ってほしいと思います。ハキハキと、大城選手、ハキハキとというリクエストありました。ご自身としてはどうなんですか。理想の選手会長像というのはありますか。まあ人前で喋るイメージがあるんですけども、そういった人前で、はい、きちんとちゃんと喋れるような選手会長になりたいなと思ってます。はい。石田選手、今からだとハキハキ怖いよ、ハキハキ。そうですね、マイクいらないじゃないですか。それぐらいで。もう地声で皆さんに届くくらい、はい、ハキハキと喋ってほしいです。はい。それくらい選手が真剣に求められると僕は求めたいですね。僕は言うことではないですけど、石田選手は後で殴ります。コンプライアンスの時代ですから。石田選手いいですね。サクッと言いましたけど、じゃあ続いて